よし。今度こそスムーズにやってやるわよ。やってやるわよ。カルマめ。やりにくいんだよな、この人。うん。ええねん。なんか喋れ。うん。無視。そういうのよくないと思うな。え、なんで無視？耳聞こえてないの？おじいちゃん？何？勝手に進めるな、裁判長。我が輩は今、意味深な間を取っておったのだ。は？あ、はあ、それはどうも。予告しよう。はあ？本日の法廷はこれより3分以内で終わるだろう。RTA か？裁判 RTA とか不謹慎すぎない？その発言、もしその通りにならなかったら何してくれるわけ？絶対3分で終わんないからな。いつもゲームとんの1時間くらいかかんだよ。うん。今の発言は一体どういう？貴様もいちいちうるさい男だ。3分と言った以上無駄な時間はない。さっさと証人を呼ばせてもらうぞ。結構分かってないところもまあまああるんだけど、1回目よりはいろいろ見えてきた感じするよね。やっちゃうぞ。では決定的な目撃者を入廷させていただこう。あの冒頭小屋の謎のおじさんか。あの人何者なんだろう。あ、寝とるよ。うん。そば屋ですって。もが、はぁ、あ。東丹湖公園でそば屋長寿庵を。あ、そのボートを貸したりしとります。はい。うわ、打ち合わせしとるの。うん。証人は事件の夜はボート小屋、ボート管理小屋に、うん、え、母はおりましたです。はい。では証言を。ちょっと待てよ。誰なんだ。え、いぎったらなんかわかる。え、でもさっき言ったでしょとか言うかな。まあダメージ食らわんやろ。うん。ちょっと待ってください。証人はまだ名前は言っていません。え、聞いていなかったのか弁護士。いや、それは君のさ都合でしょ。何、3分で終わらせて早く帰んなきゃいけない理由でもあるの？何、なんかアニメでもあんの？録画見ればいいだろう。まあリアタイしたいっていう、そういう税もいるのはわかるけど、うん、くだらぬ質問をせずに協力したまえ。なんでお前の協力せにはならんのだ。意味がわかんないのだ。するわけないだろ、バカバカ。お名前は？お茶ネーム？それがそのはっきりしないもんで。はい。え、記憶がその裁判長、あの証人には数年前より記憶がないのだ。したがって名前もわからない。あ、証人として成立しないでしょう。しかし事件を目撃したのは数年、あ、さ、3日前。うん、証言するには問題はない。意義あり、意義あり。そういうの良くないと思うな。矛盾点を探しましょう。はい。あれは24日の夜、ちょっと過ぎ。はいはいはい。うんふんふんふん。はいはいはい。パーンって音がした。今のところおかしい点はないかな。うん。うん。うん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 。2発目ね。2回目のパーンで、そのうちボートが帰ってきて、男が一人窓の外を通りました。これがあの2回目のパンなのよ。これが1回目のパン。何も映ってないんだよね。それぐらい詳細。
キュベーター内に閉じ込められた一発弾丸、凶器は2発撃たれている。35、37っていうことはやっぱ57、60近いのかな。これ20年前の事件って言ってたもんね。え、エレベーターに閉じ込められた法廷係官、逮捕された直後、婚約者のさゆりが自殺してる。え、その時の係官ではやはり、はい、あ、ごめん、うん、え、尋問なんで、あるよ、必要あります？は？お前の都合だろうがよ。え、尋問するよ。何言ってんの？うん、当然するに決まっているでしょう。うん、そうですよね、わかりました。うわー、何、やっぱりリアタイしたいアニメでもあるの？それともチケット申し込み開始時間迫ってんの？それとも通販開始の時間が迫ってんの？知らんわ。3分経ってしまった。なんだよ、3分経ったらお前死ぬのか？ウルトラマンか？ではゆっくり行きましょう。はい。何なんだよお前、本当に。うん。え、まず手始めにセーブをぶっ込みます。ちょっと次のことでした。一回揺さぶってみるか。うん。はい。どこから？なんで寝る？起きて。うん、湖の方からだったかな、間違いないな、証人。あ、はあ、では続きを。うん、あ、異議ありおじさんしてこないね。うん、うん、男が2人。見えなかったんですね。うん、その時はな、その時は、じゃあいつ？うん、揺さぶろう、揺さぶれる。うん、銃声は合計2発聞こえたわけですね。そうだよ。うん、揺さぶろう。じゃあその人物の顔をはっきり見たわけですか？うん、まあな、霧がいくら濃くても目と鼻の先だったからね。それは重要なことです。うん、え、何クククークって、嫌な予感。やだ。え、その男は被告人で、まさか人を撃つことになるとはと言いました。はぁ、ほんまか？お父さん起きて。ゆきひろ、まさか撃ってしまうとは、まさか撃ってしまうとはっていうのは、自分の手で撃ってしまうとはじゃなくて、向こうの生倉さんが自分でまさか撃ってしまうとはって思ったんじゃないの？ちゃう、そいつだ、そのミツルくんだ。え、なんで倒れたの？これは決定的な証言ですね。疑問の余地はありません。でもさ、前後の文脈というか、その一言だけでは判断できないでしょ。ムカつくの。なるほどくん、空気清浄機。異議を申し立てる。
セーブセーブ。うん、何かしないと終わっちゃうからね。うんうん、もしかしてそれは、うんうんうん、そうそうそうよ。え、なに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 、そんなことは何とでも説明がつく。打った後一度霜を吹いたのかもしれない。ああ、一回吹いたのに持ち直す意味なくない？え、いや、いぎるうんうん、そう、録音でもあるの？弁護士、法廷では証拠が全てを語る。そんなことすら貴様はまだ理解していないのか。え、正直なところ、そうそう、姉ちゃん助けてよ、負けちゃうよ。なるほどくん、はい、3分はさすがに無理だったが、改定から15分、これは新記録だろ。いや、お前一人で RTA やってんじゃねえよ、一人でやれよ。もう巻き込まないでよ、証人は下がってくる。どうしようどうしよう、なんで？なんで？よいしょ、よいしょ、よいしょ。ふん。え？マジ？マジ？え？元裁判所にて通常裁判を受けることとします。え？え？終わり？終わり？嘘？嘘でしょ？嘘でしょ？え？嘘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 ？ちょっと待って。俺だ。え、誰、あ、ヤハリ君、俺の話を聞いてくれよ。俺事件があった日の夜、あの公園にいたんだよ。ヤハリ君どっから出てきた？昨日までははっきりしなかったんだけど、今日になって俺思い出したんだよ。何を、銃声だよ。俺も聞いてたんだよ。終わらなかった、静粛に。うん、これは何の騒ぎだ。判決はすでに下された。我が輩は閉廷を求める。待ってください、カルマ検事、あなたは銃声を聞いたのですか？うん、あ、来てたんだ。なんか俺の記憶と違う部分があるんだよ。それなのに三剣が有罪なんて俺納得できないんだよ。俺証言するからさ、聞いてくれよ。やはりお前はやるやつだって信じてたよ。うん、ただのまんじゅう売りで終わる男じゃないよな。うん、こんな事態は初めてです。どうすればいいのか。いや、例外ですとか、過去に例がないからできませんとか、そういうナンセンスなことはね、言っちゃダメ。常に時代を変えていくのは挑戦なのよ。確かに。しかしあいつがやはりだけに心配だ。信じよう、友情パワーを信じよう。うん、そうだね、迷いちゃん、そうだよ。うん、そうだね、わかった。うん、やってやろうじゃん。ここからが俺のターンよ。うん、今すぐこの場で。うん、必要なし。うるさい、カルマ、うるさい、し、やまらっしゃい。うん、ねえ、話聞こうよ、大事な証言だよ。うん、センキュー。何を言う、裁判官の言ったことは絶対だぞ。オッケー、やっふー。うん、
今すぐに、これより5分間の休憩を取りたいと思います。うん。あー、テヘペロー、テヘペロやはりー。テヘペロやはりー、お前待ってたよ。はい、休憩しましょう。うん。あ、危なかったー。すまないな、みつるぎ、ハラハラさせて。ふっ。これぐらいの修羅はなんてことはないさ。強がってんな。ああ、油汗びっしょりかいてる、そっか。ごめんね、ごめんね。それにしても、やはりのやつ、何を言うつもりなんだろう。やっぱりさ、あの夜公園にいたんだっけ？うん。でも、12時より早く帰っちゃったんだよね。剣？ん？なんか考え事？いや、ちょっとな。っていうか、まさか撃つとはなって言ったのかどうか聞いた方がよくない？うん。なんだろうか。うん。ああ。そうだね、それも聞いた方がいいよね。おう、呆然となった。おう、わからなかったのだ。その時目の前にピストルが落ちていた。つい考えなしに拾ってしまったのだ。ほんとうっかりだよね。うっかりみつるぎだよ。普通触らないでしょ。特に理由はない。特に理由がないってことが一番説明しにくいんですけどね。そんなことわかってると思いますけどね。裁判の素人じゃないんですもんね、あなた。うん。何？怖い顔して。チャンスチェンス、え？チャンスエンチャンス？え？何？完全な裁判しか経験したことがない。完全な裁判。ほう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 。うん。それが崩された。テンパってるってこと？うん。ということは、隙だらけの証言になる可能性が高い。10分でやられちゃうなんてこともないね。うん。うるさいよ。いや、信じよう。うん。やはりくんはやってくれるよ。うん、はい、再開します。うん、はい、任せてくれよ。うん、うん、頑張ろう。うん、イエイ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 、バーカバーカ。事件の夜目撃したことを、はい、うん。俺、あの夜、湖でボートに乗っていたんだよ。うん。探し物があって、で、それが見つかってさ、ボートをこっそりボート屋に返したわけよ。で、帰ろうかなって思った時に、パーンって音が聞こえたんだ。うん、俺が湖を見た時はボートには気がつかなかったぜ。その一発の音を聞いた後は何もなかったんで、帰ったんだ。うん。で、その後2発目が撃たれたってことね。なんかいろいろ問題がありそうな証言でしたね。うん。はい。うん。やはりだけに何が出てくるかわからなくて、ちょっと怖い。そうね。やってみるしかないね。行ってみよう、やってみようだっけ？あの猿がね、言ってたし。うん。オッケー。セーブしたわよ。で、あの夜、うん、乗っていたんだよ。これに関する矛盾は、ないんだよな。0時過ぎ？
練習する。探し回ってたのは1時間ぐらいだから12時頃だと思うけど、なんだよその顔は。もうと天文台じゃねえんだぞ、進歩のないやつ。それは何時頃？それがさ、分からなかったんだよな。あ、見たぜ。そうなんですか、主任。いやー、そんなに盛り上がられると困るよな。はっきりしないのか。でもあれね、カルマの異議ありが飛んでこないね。セーブしているから大丈夫。矛盾点を、いいのいいの気にしないで。お前パンって言うと一発しか聞いてないのか？そう言ったろ？耳掃除ちゃんとしてるか？耳掃除の有無ってそんな嫌味？俺証人だぜ。証人、お客さんよ。いわばそのカジュアルな口の聞き方やめろよな。証人、なんだよ、本当に一回しか音を聞かなかったんですか？実はさ、はっきりしないんだよね。は？聞き逃してたかも。あれ聞いてたから。あれって、あれって何？ラジオ？ラジオ？ヘッドホンでさ。え？ブーイングはやめてください。あなたラジオを聞いていたんですか？なんだよその人を蔑んだような目は。いいよ、ラジオ聞くのはいいよ。須田さんのオールナイトニッポン面白いよね。優勝しました、優勝しました、いやー優勝しましたってね。何か意見は時間の無駄だ。うさんくさい証人は認めぬ。いや、続けてもらうでしょう。引き際を知らぬ弁護士ほど惨めなものはないな。最後まで諦めない弁護士って素敵だと私は思いますけどね。解釈の不一致ですね。お願いします。やれ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 、やはり。だから何？
うん、リクエスト番組を聞いてたわけ。はあ、でも銃声っぽい音を聞いたのは間違いないぜ。音が聞こえた瞬間の DJ の言葉もはっきり覚えてるよ。え、ラジオの音？いいじゃねえかよ、ラジオぐらい聞かせてくれてよ。うん、あいつ問題が、あ、何が問題なのか完全に分かってないな。大方西洋太鼓の音とでも聞き間違えたのだろう。うん、待ってください。うんうん、 DJ うんうんうん、お便りを読む人のことです。うん、パーソナリティね。うん。問題の音がした瞬間、音楽は鳴っていなかったのです。うん。危ない危ない。はぁ、よし。ここはいいだろう。うん。揺さぶるよ。え、なんでなんで？どれぐらいの音量で聞いていたのですか？ガンガン？まだ？ヘッドホンつけてた。はいはい。記憶がはっきりしてきた。教えてこれ。うん。なんて言ってた？え？無駄じゃない。意味はある。うん。意味はあります。もちろん。それは聞いてみないとなんとも。うん。パンという音を聞いたとき、ラジオのアナウンサーは何を？クリスマスはもう目の前ですねって言った瞬間に音がしたんだ。サブ？っていうことは12時前だよね。今もあのキュートな声を覚えているぜ。何の変哲もない証言だよな。あの一箇所を除いては。どこどこどこ？ここ。もう正直わかんない。ちょっと待って、セーブセーブ。あれか、0時過ぎって言ってんだよな。これやってみるか。そうだよね。うん、やはり、いや、証人、今の証言間違いないか。え、なんで怖い顔して俺をビビらそうったって、そうはいかねえぜ。うんうん、こいつ呼ばわり、証人相手に。うんうん、もう目の前ですね。うん、ということはいいですか？うん、そうなりますね。うん、午前0時を過ぎていたと。うん、そうそうそう、合ってたな。やっぱちょっとね、自分のことを信用できなくなってんで、私も分かんないから。うん、
簡単なことだ。そそっかしそうな男ではないか。悪口だ悪口。なんだと？うん。これだな。うん、正しい。うん。うん。あの写真よね、何も写ってないって。面白い。そこまで言うからにはもちろん証拠があるんだろうな。0時より前に銃声が鳴ったという証拠だ。こやつな。くらえ！うん。うん。11時50分。ほほう。何が映っているかはこの際問題ではありません。うん、そう、音が設定されてるからね。自動シャッターよ。うん、写真はあるカメラで自動撮影されました。破裂音に反応してシャッターを切るようにセットされたカメラで。うん。え、でも12時過ぎに2回聞いたっていうのはどういうこと？確かにこれ3発撃たれてんだよな。でもそれにしてもなんで写真がないのかっていうのも気になるな。うん、うん、そう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 。そうなるとどういうことですか？そうではありません。うん、あの夜女性は25分の間を空けて2回鳴ったのです。2回？どういうこと、どういうこと？え、11時50分。うん、こっからこの間に2回鳴ってるってこと？ごまかされてはいけない裁判長。うん、それが銃声とは限らないってこと？俺はくしゃみなんかしてねえぞ。うん、はい、後には引けませんよ。私に提示してください。銃声だったという証拠。銃声だったという証拠。これ？これしかないよな。3発釣ってるし。間違ってもちょっと減るだけ。大丈夫。ずっと気になっていたんです。うん。3発撃たれています。残りの1発はいつ撃たれたのか、今その答えが分かりました。0時ちょっと前、やはりが聞いたのがその銃声だったのです。うん、うん。確かにそう考えると辻褄は合いますね。不思議なことになりますね。うん、うん。一体なぜだ？くそ、ここで何か答えを出さなくては。セーブ、セーブ。